いやー、皆さんご迷惑をおかけします。今の私にできるのは感謝の気持ちを歌にすることしかありませんよ。それでは早速。今はいい。もしかして海岸に流れ着いてんじゃねえか。海底の岩場で削れてなければいいのだけど。怖えこと言うなよ。お前ら警戒はしとけよ。なんだよゾロ、ひょっとして海岸に何かいるのか。さあな。だがこの島だ、何が起こるかわからねえ。待ってさ、この辺りだと思いますが。これはなんだ、サニーの周りが氷だらけじゃねえか。よほほほほ、皆さん見てください、あそこにあるのは私の体です。これで一気に復活できます。で、私結局骸骨のままなんですけど。よかったわねブルック。でもこの氷どこから来たのかしら。砂塵の遺構で風の巨像を倒した後、いくつかの竜巻が発生し消えるのを見た。雷鳴の遺構で雷の巨像を倒した時はしばらく落雷が止まらなかった。俺が思うに、巨像を倒すことで遺構に溜め込まれていた力が解放されてしまうんだ。この氷も同じだ。氷塊の遺構で巨像を倒した影響だろうな。危険かもしれねえから触るんじゃないぜ。な、話を聞きやがれ。え、何、わあ、私の体、なんて、私の氷漬けの体飲み込まれてしまいました。気をつけろ、来るぞ。みんな、行けるよな。一刀流いよい。し、し、し、そん、そん。みんなでかかれば大丈夫な。みんな、元気出すんだ。ありがとう、チョッパー。いけるか。ギアセカンド、ゴムゴムの、レッドホーク。これは気を抜けなそうな相手ね。オチエンタフルール、クロトワマワード、俺の方はいつでもいいぞ。一刀流いよい。し、し、そん、そん。おへえ、やるな。ゴムゴムの、レッドホーク。
こだ。こんなところで負けてらんねえ。力が戻ってきたみてえだ。ブルックの体返せよ。おい、ルフィ、ブルックがいねえぞ。本当だ。おい、ブルック。ブルックのやつ、どこに行った？この野郎、いきなり降ってきやがった。どうするの、ルフィ。私たちまだ全ての力を取り戻していないわよ。やるぞ。あの炎のやつを倒してブルックを探すんだ。みんな、行けるよな。そっちけ。一刀流いよい。シッシッソンソン。オチエントフルール、クロトラマワード、ショック。仲間の力を見せてやる。大丈夫、これでみんな治せる。ありがとう、チョッパ。おう。こいつ火力が桁違いだ。しかもやたらと硬いぞ。よほほほほ、私も一緒に戦いますよ。ブルック、元に戻れたのか。はい、お待たせしました。私ブルック、体を取り戻してここに復活いたしました。これで全員揃った。よかったな、ブルック。よほほほほほ、やっと皆さんのお役に立てる時が来ました。皆さんと一緒に冒険ができず、私とても寂しかったですよ。私にも海賊の意地がある。ソウルソリッド。今は嫌だな。みんな、いっぺんに行くぞ。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットバズーカ。準備はできてるぞ。俺が万能薬になるんだ。ありがとう、チョッパ。おう、やってやろうぜ。よほほほほ、ありがとうございます。いてぇ。
死ぬ！あ、私もう死んでますけど。この世に治せない病気はないんだ。よほほほほ、助かります、チョッパーさん。おう、私にも海賊の意地がある。ニューワール。いけるか。ゴムゴムの。手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。腹が減って力が出ねえ。ゾップ、ありがとう、助かった。凍える剣、コツとご覧あれ。ソウルソリッド。準備はよろしいですか。みんな元気出すんだ。よほほほほ、助かります、チョッパーさん。おう、ちょっとやばいかも。だから牛乳をどなたかお持ちでは。かすりを吹雪蹴り。いけるか。ゴムゴムの。レッドホーク。お前を倒す算段はつけてきた。よほほほほ、ありがとうございます。骨まで焼けちゃいます。ソウルソリッド。みんな元気出すんだ。よほほほほ、助かります、チョッパーさん。おう、俺が。いや、サード。ゴムゴムのギガントピストル。相手
手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。腹が減って力が出ねえ。ゾップありがとう、助かった。さあ準備はよろしいですか。力が出ねえ。ゾップありがとう、助かった。先手を打たせていただきます。かすり打った。吹雪蹴り。これで初めて戦った時のリベンジを果たせた。なんだ、こいつとやり合うのは二度目なのか。あの時はアディオに助けられたが、今回は俺たちの勝ちだ。必要な力なら残らず手にするわ。私の予報は百発百中。決して今週の俺はスーパー強えぞ。勝ったか。大した奴らだ。ああ、これで最後だな。早速リムのところに行こう。そいつはお前たちに任せるぜ。俺はちょっと用事があってな。そうか、わかった。行くぞお前ら。実際よくやってくれたぜ。例代わりになるかどうか、お前たちの墓標は俺が自らの手で立ててやろう。ポロポロポガチャ。そろそろかけてくる頃合いだと思っていたぜ、スモーカー。そのデンデン虫、お前がくすねてやがったか。いろいろ便利なんでな。で、何の用だ。ワフルドからの危険信号を本部が受信した。アディオ、お前の仕業だな。行動が早い船はワフルドへ向けてもう動き始めているぞ。構わねえさ、できるだけ多くの軍艦を集めたいからな。一度にたくさん呼べる方が手間が少なくていい。お前まさか神の息吹を。ああ、結界は解けた。神の息吹を手に入れるのも時間の問題だ。バカ野郎、そいつが軍に知れたらバスターコールの標的になるぞ。てめえ本当に犯罪者になり下がるつもりか。ははは、今更かよ。世界政府の作った法に照らせば俺はすでに凶悪なテロリストのはずだぜ。数百年もの間、言われのない罪を背負い迫害にも苦しめられた一族だ。お前が世界政府に恨みを抱くのも理解できないわけじゃねえ。だが神の息吹を持ってなせるのは破壊しかねえ。そんなことをしてもお前たち一族の汚名は注げねえだろうが。お前たちか。アディオ、お前と話しても拉致が明かねえ。いつも一緒にいたポロロッカとかいう相棒はどうした。あいつはお前ほど石頭じゃなかったはずだ。さあな。おい、どういうことだアディオ。ポロロッカはいねえのか。いいかスモーカー、しばらくワフルドには近づくな。お前のために言ってんだぜ。神の息吹の封印が解けた。蓋が開いてしまったか。積み込めるだけの軍艦を派遣しろ。世界に知られる前にあの異物を消し去るのだ。
ルフィたちが全ての力を取り戻したら、この冒険も終わる。そうしたら、私、本当のことを話して、ルフィたちに謝らなきゃ。いくらアディオのためでも、みんなを、ルフィを、もう一度あんな辛い目に遭わせてしまった。ルフィは私のことを、友達って呼んでくれた。もうこれ以上みんなに嘘はつけないの。そう。でも、あなたは友達を失うのが怖いのね。うん。でも、たとえそれで嫌われてしまっても、本当のことを言わなきゃ。このまま嘘をつき続けるのは、もっと嫌なの。これでみんな揃った。あとは最後のメモリアへの冒険だけね。よっ、やっと私も皆さんと共に冒険に行けるのですね。でもリムの体力がちゃんと回復してからだぞ。疲れてるようだったら今日はダメだからな。わかった。とにかくアディオの家に戻ろう。あ、見てください、リムさん、あちらにいますよ。おお、見た感じ元気そうじゃねえか。ドレスローザ素敵な名前ね。まあ、そこも大変な国なんだけどな。準備 OK よ、いつでも行けるわ。よし、行くぞお前ら。リム、海原を埋め尽くす大円か。天空から見下ろせばさぞ絶景だろうぜ。さあ始めようか。なるほど。どういうこと？
最後の仲間が合流し、ついに揃った麦わらの一味。炎の巨像も退け、奪われたすべてのキューブを取り返した。最後に挑むは動乱の国。凶悪な七部会が彼らを翻弄する。次章、騒乱の王国、ドレスローザの戦い。俺はずっとあんたに礼が言いたかった。ありがとう。ているの、町の中はひどい状態ね。空を覆ってるあれは何？鳥かごよ。この国の象徴のようなもの。ドレスローザってことはまたあいつらと戦うことになるんだよな。あいつら？この国にはドン・キホーテファミリーっていうおっかねえ奴らがいて、現実世界ではそいつらとの戦いになっちまったんだ。私、サンジ君、チョッパー、ブルックの4人は途中で離れたんだけど、かなり激しい戦いだったみたい。ここでの結末はどうなったの？あん時は俺がドフラミンゴをぶっ飛ばした。じゃあ決まりね。そのドフラミンゴを倒しに行きましょう。レッツゴー。ノリが軽すぎるわ。マリンフォードの事件で自分たちの力を知った一味はそれぞれに力をつけ、2年後に最終決を果たした。道中、海賊のトラファルガー・ローと同盟を組んだルフィは、王家七部会ドン・キホーテ・ド・フラミンゴが統治するドレスローザ王国に到着した。ここでド・フラミンゴに連れ去られたローの奪還に動き出したルフィだが、その最中で国に渦巻く闇を知り、ド・フラミンゴの討伐を決意する。そしてついに麦わらの一味はドレスローザ王国の闇を国中に暴くことに成功。怒れるドフラミンゴは全てを葬り去るため、鳥かごなる大技を発動したのだった。
フラミンゴがやったの？いや、建物とかが崩れてるのはドン・キホーテファミリーの幹部がやったんだ。みんなの家を壊すなんて。ド・フラミンゴ以外にも悪い人がいるのね。なあなあ、まずいまずい。そんなことって。行くぞ。国王とフラミンゴを信じてたのに。ひどいわ。私たちずっと騙されていたのね。そんな嘘だろう。10年前のあの事件も奴らが仕組んだことだったなんて。平和を愛していたかつての王を極悪人に仕立て上げ、それを倒して英雄になることで国を乗っ取っていたなんて。ねえ、今の話って。ええ、似ているでしょ、あの時のアラバスタの状況と。ドレスローザでもあれと似たようなことが起こるよ。ドフラミンゴの野郎は10年前にまんまとやり遂げやがったのさ。けどそいつはすでに明るみになってるみてえだな。どうりで鳥かごが発動されてるわけだぜ。どういうこと？あいつは全てをもみ消すつもりなんだ。この国の真実が漏れる前に島中の人間を皆殺しにすることでな。ひどい。大丈夫だ、そんなこと俺たちがさせねえ。
行くぞ。ドレスローザの国民たち、および逆人たち、真実を知り、俺を殺してえと思うやつもさぞ多かろう。だからゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。俺は王宮にいる。逃げも隠れもしない。この命を取れれば当然ここでゲームセットだ。もう一つだけゲームを終わらせる方法がある。今から俺が名前を挙げる奴ら全員の首を君らが取った場合だ。リンゴのやつ何言ってんだ。忘れたのかルフィ。俺たち懸賞金をかけられたんだよ。見ろ、こいつらこそがドレスローザの受刑者たちだ。国のため、仲間のため、家族のためだ。遠慮しねえでぶっ殺してやれ。この国の全員がハンターだ。ドフラミンゴのいる王宮に向かいましょう。鳥かごが閉じる前に蹴りをつけねえとな。よし、鳥かごが閉じる前に蹴りをつけねえとな。よし、急ぐぞ。
あなたはずっとそばにいてくれたのに、私ずっと気づかなくて。いや、気づかなくて当然さ。おもちゃにされた人間の記憶は人々から失われる。気づけって方が無理ってもんさ。うん、人がおもちゃにされた。ああ、ドン・キホーテファミリーの幹部シュガーってやつの能力だ。おもちゃに変えられた人たちは昼は人々を楽しませるおもちゃとして過ごし、夜は闇取引を行うための交易口で、誰にも知られることなく働かされ続けていたのよ。そしてそのシュガーを見事に倒し、みんなを元の人間に戻したのがこの俺ってわけだ。本当に？おいおい、疑ってんのか？今の話は本当よ。その証拠にウソップには私たちの中で一番高い5億もの懸賞金がかけられているわ。そう、ウソップって実はすごかったのね。実はって、あのな、こんだけ一緒に冒険してきてそれはねえだろう。
この岩山、新しくできた王の大地みてえだな。おや、何かありますよ。あれはリフトでしょうか。家の中が本当にひどい状態ね。あの石組のでかいやつの仕業だ。そう、あいつが町をめちゃくちゃにしやがったんだ。私たちが象へ向かっていた時にドレスローザはこんなことになっていたんですね。よし、